イーストコースト本線。イーストコースト本線は、イギリスの鉄道路線で、主要幹線の一つである。通称、イクマル。日本語では、イーストコーストメインラインや、東海岸本線表記されることもある。ロンドンのキングスクロス駅とエディンバラのウェイバリー駅の間を結び、ロンドンとヨークシャーノースイーストイングランドを呼び、スコットランドをつなぎ、 グレートブリテン島の東側の大動脈となっている。イクマルは、ロンドンから、サウスイースト、イーストアングリア、ヨークシャー、北東地域を経由し、スコットランドまでを結んでいる。ロンドン北部では、ロンドンへの重要な通勤路線でもある。地域間旅客輸送、通勤輸送、及び地域内旅客輸送を扱い、また多量の貨物輸送を行うイクマルは、 イギリスの多くの地域の経済にとり重要な路線となっている。路線は全線が電化されている。イングランド東部地域、リンカンシャーやケンブリッジシャーの平野部を通り、線形も良いため、路線の大部分で時速125マイル、200km の高速走行が可能であ、ただし、日本語に言う高速申請や高速鉄道の定義には当たらない。 イギリス国鉄の民営化は上下分離方式により実施されたため設備の保有維持管理会社と列車の運行会社が異なっている旅客列車の運行会社は多数あるが最も主要な会社はバージントレーンズイースト、コーストであるその他の旅客貨物列車運行会社については列車運行会社を参照また線のその他設備の保有維持管理会社は原則として イギリス国鉄設備関連に関する現在の小型会社であるネットワークレールである。なお、路線は多くの部分で幹線道路の A1 と並行している。ネットワークレールの定義では、イクマルは本線と四つの支線の五路線から構成されている。ネットワークレールの路線定義と異なり、しばしばエディンバラを越えてダンディーよびを経由して、ほとんどが 東海岸を走っているアバディーまで含まれると認識されることがある。また、エディンバラより、先のクラス号セントラル駅まで、及びマザーウェル経由の路線は公式には、ウエストコースト本線、ウエストコーストメインライン、WCML の一部であるが、ロンドンからの長距離列車の多くがこの区間に乗り入れる、ため、これもしばしばイクマルの一部と思われることがある。イクマルは、 イギリスで最速の鉄道路線の一つであり、路線の大部分が時速125マイル、200キロメートルの運行を設定されている。現在のイギリスの法律は時速125マイルを超えるスピードには線路脇ではなく運転席内に信号の表示を必要とする。またを使用するインターシティ225の通常運行時には 設計最高速度である時速140マイル、225キロメートルでの運行を防止するよう定めている。現在の運転席に関する規制が入る以前に、イギリス国鉄、ブリティッシュレールは時速140マイル走行の実験とともに、ニュー、イングランドノース、ストークトンネル間の線路において5番目の、フラインググリーン、緑名滅信号表示の見た目を実験した。 これは未だ通常の列車運行でも確認でき、この5番目の表示は、次の信号が緑表示もしくは緑明滅表示で、かつ、閉塞区間に列車が稲材に表示される。これは、時速140マイルから停止するまでの十分なを確実にする。機関車は、試運転において、時速160マイルのスピードでイクマルを走行した。イクマルは、 イングランド東部地域平坦な部分を含めた直線上に線路が引かれているため比較的高速走行が可能である。対照的にウエストコースト本線はトレント川及びカンブリア州を横断せねばならないためより多くのカーブがありより低い時速110マイル約1 7 5キロメートルの速度制限が一般的である。WCM l では近年 振り越し電車ペンドリーノの導入が取り組まれており、イクマルで可能な時速125マイルに合わせるため改良される。現在の主な列車運行会社であるバージントレーンズイースト・コーストは、キングスクロス駅からエディンバラまでの定期列車の運行を2015年3月1日より担当している。同年二月十八日までは、イーストコースト車が二千九年十一月以前は、 ナショナルエクスプレスイーストコーストが営業権を保有していた。IEP の一環で同社の道路線にも800系、クラス800が投入されることとなり、2016年3月18日に落成した列車が公開され、イーストコーストを表す日本語の東の和名にちなんで、バージンアズマ、バージンアズマと命名されている。他の旅客列車の運行会社は、以下の通り、ユーロスター、 の運行会社はかつて、欧州大陸からロンドン北部の都市への計画の一部としての運行のために、幾丸マルに1日あたり5本の列車を走らせる権利を保有した。しかし、その運行は実現しなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。